やっほー。やっほー。ふと思ったんだけどさ、戦国時代って歴史が好きな人の中でも結構話題に上がること多いよね。そうだな。でもさ思ったんだけど、戦国時代っていつからいつまでが戦国時代なの？一般的には応仁の乱が始まった1467年から、豊臣家が滅びる大坂夏の陣の1615年までが戦国時代って言われてるぜ。そういえば、足利将軍家って何してたの？ちゃんといたの？戦国時代って信長とか秀吉とか家康とかに注目されがちだけど、1573年に15代将軍の足利義昭が信長に追放された時点が、室町幕府の滅亡って一般的に言われるから、応仁の乱以降の戦国時代の中でも100年近く室町幕府はあったぜ。え？いたんだ。でも何してたの？シンプルに言ったら結果的には何もできなかった。逆にそんな感じだから群雄割拠の戦国時代になったとも言える。何してたのかすごい気になる。じゃあ今回は応仁の乱以降の戦国時代の足利将軍家を解説するよ。簡単にお願いするわ。応仁の乱の終盤の1474年に将軍になった旧代足利義久。その頃六角高頼が乱の混乱に乗じて寺社や公家の所領を横領していた。義久は討伐を行ったけど、なんと六角高頼は各地でゲリラ戦を展開。そして1年5ヶ月も大海曲がりへの長期在陣を余儀なくされた。いや滋賀県なら京都と近いでしょ。すごい真面目だったのか京都に帰りたくなかったのかも。そのうち京都から公家が足を運んでくるようになる始末。まさかの。ただこの六角討伐で幕府の権力は一時的には回復した。一応幕府の力を見せつける形にはなったよね。でも、やることがないからなのか次第に義久は側近と宴会に明け暮れるように。もしかして真面目の反動かな。さらにはなんと奪い返した所領も側近などが横領を行ってしまう始末。結局これでまた幕府の権威も低下。やっちゃってるね。さらにはなんと1489年に陣中で亡くなってしまう。原因は酒の飲みすぎがたたって脳一血を起こしたって説がある。去年25歳だった。若い。義久には嫡子がいなかったから。その後に将軍になるのは日野富子が擁立した足利義胤。出た日野富子。さらになんと義胤の将軍在職期間は2回。そんなにすごいの？鎌倉から江戸幕府までの将軍の中で唯一将軍職を再任してる珍しい人。それはすごい。義木義忠義胤と改名しているんだけど、今回は義胤で統一。なんと父はあの足利義見。まさかの義見の息子が将軍になるんだ。1490年20代将軍に就任したんだけど、なんと義胤は富子や関西の細川氏と対立。1493年の明王の政変というクーデターで、富子や細川氏たちは後の足利義澄を11代将軍に擁立して、さらに義胤は京都の龍安寺に幽閉された。この政変で幕府の軍事基盤が崩壊して将軍も傀儡化したので、この事件が戦国時代の始まりっていう説もあるよ。また日野富子が絡んでる、もうしつこいな。なんとこの時には富子の指示により義胤が毒を盛られる事件が起きたそう。富子。そして富子たちは、義澄を11代将軍に擁立。だけど義胤は側近たちの助けで脱走、将軍復職を目指して逃亡生活を送る。なんとこの逃亡生活は13年近くにも及んだんだ。長すぎでしょ、なんかすごい苦労してそう。そして周防国の大内義興の支援を得て、1508年には義澄を廃して2度目の将軍職に返り咲くんだ。ついに、でもきっとまた何か起きるんでしょ。当然義胤の再任に協力した大内義興たちの力が強くなる。これは嫌な予感。義胤としては自分で政治を行いたかったんだけど、当然大内義興や細川高国の力が強くて思い通りにいかないことが多くなる。この二人は義胤に抗議するために宴会を途中で退席したり。うわ、これじゃ将軍の面目が。1513年には義胤は細川高国や大内義興たちと対立。うわ、これはまずいことに。すると義胤は近江甲賀に出奔してもう政務なんて知らない状態。まさかの拗ねて家出みたいな感じ。でもまさかの出奔した先で病に、かなりの重病だったみたいで死亡説まで流れたほどらしい。すると対立した人たちが連名で忠誠を誓う旨の起請文を提出。まさかの義胤も重病だし、やりすぎてごめんなさいってなったのかな。すると義胤は回復後に帰京したんだ。でも、帰京した後も細川高国は独断でことを決めたりして次第に対立。またか。そして軍事的支えの大内義興が領内の事情で帰国すると、足利義澄派の細川住元が動き始めて、1519年10月に挙兵。1520年2月義胤の味方になってくれた細川高国はまさかの大敗で敗走。対立してたのに、高国は義胤に一緒に近江の国へ逃亡するよう申し出たけど、義胤は拒否。え？まさかの？まさかの拒否。
なんと実はすでに吉種には細川住元から教準を誓う書状が送られてて、吉種は若い住元を利用して政務の実権を掌握しようとしたのか、高国が自分をないがしろにしたからなのか、まさかの細川高国を裏切って、細川住元とその重臣、三好幸長を京都に引き入れたりする。いや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 、むしろ高国ははめられたんじゃない？でもこの判断はミスだった。細川高国はしぶとかった。なんと細川高国は住元を当時院の戦いで打ち破って再び入京。うわぁ、これはまさかのすごい気まずいやつ。当然吉種と細川高国の仲は険悪になる。そりゃそうなるでしょ。すると吉種は泉の国境に出奔。まさかの気まずくなって家で。しかしここがまたタイミングが悪かった。なんと後柏原天皇の即位式典の直前、征夷大将軍が天皇の就任式を放り出して逃走。当然天皇の怒りを買って将軍位を剥奪された。これは吉種やっちゃってるね。最強を図って細川高国と戦うけど思ったように兵も集まらず、1523年に阿波国の無矢で亡くなった。享年58歳だった。なんかかわいそうになる。京都から身のそして京都に戻って一中。そこから丹後を経て周防、京都に戻ったかと思えば郊外出奔。また京都に戻って今度は堺から淡路。そんな吉種は別名流れ久保とも呼ばれる。確かに流れに流れてるね。だけどもうこの頃になると将軍の権威って何なの？状態。誰かの後ろ盾がないと厳しい感じになってるね。さて、逃げ出した将軍に代わって、天皇の即位式を取り仕切ったから天皇の信任を得た細川高国、足利義澄の長男の義治を擁立。1521年には12代将軍になった。時代は将軍を擁立した細川高国の一人勝ちになるかと思いきや、高国が残言を信じて家臣を殺めたことで細川家は内部抗争が勃発。これをきっかけに、細川家嫡流の細川晴元が挙兵して高国を破る。さらに義治の異母兄弟で義種の養子になってた足利義綱を擁立する。すぐ誰かが将軍になれそうな人連れてきて擁立するね。擁立することでその政権で優位に立ちたいんだろうね。とはいえ義綱は将軍宣言を受けられず、堺を拠点に義治不在の幕府の政務を取っていた。この頃の足利義綱を堺久保って呼んだり、その後座礁堺幕府とか堺御所って呼んでるよ。名目上将軍と実質的将軍のダブル将軍状態。でも細川高国は諦めてなかった。そして、1531年の大物崩れの戦い、細川高国は味方に寝返られ最終的に自害。さらっと高国負けて自害してるし、すると共通の敵を失った堺幕府の人々も分裂し始める。細川晴元は高国という後ろ盾を失って孤立していた足利義治とは僕。まさかのパターン。これに反対した三好元長は細川晴元の手引きで放棄した一向一揆勢に撃たれた。状況変わりすぎ。居場所を失った堺久保こと足利義綱。阿波の平島省に逃れて第一線から姿を消した。いやこの人なんか本当にかわいそうなんだけど。そしてあの織田信長が産声を上げた1534年。ついに足利義治は入京して7年ぶりに将軍が京の町に戻った。だけどもう安定した政権は訪れなかった。むしろこれから室町幕府に安定なんかなさそう。結局のところ細川晴元と対立することに。まあなんかそうなるとは思ったよ。足利義治は細川晴元と抗争を繰り広げたんだけど、1546年に嫡男の足利義輝に将軍職を譲るんだ。さらっと譲った。13代義輝は剣の達人として有名。11歳で将軍になったんだけど壮絶な人生を送ることに。お父さんはどうなったのよ。父の義治は大御所として義輝の政務を支えてたんだ。最終的に細川晴元と和解して京都へ戻ったけど、今度は三好氏の内部争いに巻き込まれる。安定がないわ。三好政長は細川晴元の側近。細川晴元とは僕を結んだ都合上晴元側についたけど、江口の戦いで三好政長が敗走すると義輝と共に近江国へ逃れることに。ここから細川氏から三好氏が力を持つようになるんだぜ。そして、1550年、京都奪還を目指して移動していた先の大宮の病に倒れて足利義治は40歳で亡くなったんだ。なんか本当に将軍になったら最後がかわいそうになるね。本当に争いが絶えないからね。さて13代将軍に話を戻して、この将軍は三好家との争いが絶えなかった。さっきまでは細川氏との争いが多かったね。力を持つとか依頼に従うから衝突が多くなるんだろうね。足利義輝は義治が建設を進めてた中尾城で、三好長慶の軍と対峙する。だけど状況は芳しくなかった。伊勢貞孝が和睦に失敗。するとまさかの貞孝が三好家に寝返る。これを知った六角貞頼の提案で義輝は朽木へ移る。さらに1551年に三好長慶の暗殺を企てた。
軽傷を負わせる程度で終わって失敗した部下は自害。三好長慶めっちゃ怒ってんじゃない？この三好長慶なんだけど、もうミスター下克上と言ってもいい人って思われることが多いみたいだけど、意外と寛大というか甘いという評価もあるほどで、戦っていて優位で追撃できる状況でも必要な追撃をしなかったり、圧倒的に優位でも和睦を持ちかけたりしてるぜ。実はいい人かも。そして1552年に六角貞頼が急逝。すると和睦ムードになったのか同年に義輝と三好長慶は和睦。義輝は京都へ戻るんだけど、ここで再び細川晴元、再起を図って三好方と争いを始めるように。細川晴元、もう出てこないと思った。すると幕臣たちの中でも三好派と反三好派で分かれ始める。そして1553年3月に義輝は三好長慶との和訳を破棄。そっちを採用したんだ。そして結果として負ける。負けるんかい。負けた義輝は京を離れることに。1553年から5年間義輝は近江口北にで過ごすことに。実はこの口北にいる時に義輝という名前に変えたんだ。それまでは義藤だった。その名前は知らなかった。一方三好長慶、足利義綱を新将軍として擁立して義輝と全面対決しようとしてた。出たお決まりの擁立パターン。でも結局義綱を上洛させなかったし口北を攻めるようなこともしなかった。さらに義輝に味方が少ないことを知るとは僕を模索したけど実らなかった。何？もうなんか本当はいい人なんじゃない？そして一方義輝、諸国の大名らとも連絡を取り合ったり六角義方の支援も得ることができた。着々と準備してる。そして1558年3月に義輝は挙兵。義輝が籠城を始めると膠着状態が長く続いたから。結局六角義方が両者の仲介を務めて和睦を斡旋。1558年12月に義輝と長慶の間に和睦が成立。結局和睦するんかい。そして義輝は再び京へ。和睦後は三好家を厚遇した。え？なんで？三好長慶や子供の義興家臣の松永久秀を自身の側近にしたり。ねえ、なんでなの？三好家を厚遇して栄典を与えることで、あくまで三好家は義輝の家臣っていう状況を作り上げていったんだ。そういうことか。そして義輝は各地で行われる戦の和睦調停も積極的に行った。武田信玄と長尾景虎との争いを調停したりもしたんだ。あの有名な。中には戦を続けるより将軍の大義名分で和睦を望む大名もいたと思うぜ。確かには僕がありがたい人もいただろうね。さらに新しい守護の任命を行ったりもして、幕府の権威回復に尽力したんだ。さらに1559年には、織田信長、斎藤義達、長尾景虎などが、義輝に拝謁するため上洛したりするほど、将軍、幕府の権威は回復しつつあったと言ってもいいと思う。すごい人たちが謁見しに来てる。応仁の乱以降の将軍としては珍しく傀儡にならずに自らの政治を行ってた。でも将軍が権威を取り戻して従う大名が増えるのを嫌がる人がいた。三好氏、幕府の中で力を保持したい三好氏からすると、従う大名が増えて力を持たれると同時に三好氏の力が弱くなる。これはまずいと思った。嫌な予感。そしてついに、まさか、1564年に三好長慶が病没。まさかのそうなる？長慶をはじめ三好氏の主要人物が相次いで亡くなっていたこともあり、三好氏は衰退の一途をたどってた。まさかの普通にそうなるのか。これで義輝にとって邪魔になりそうなものが消えた。これで幕府の権力復活に向けてさらに力を入れていくぞ。と思いきや。え？三好氏は衰退への焦りと傀儡にできる将軍を擁立したかったこともあって、三好長慶の没後に三好政権を支えて機内で活動した。三好長幸、三好正康、岩成友道、通称三好三人衆。足利義綱と組んで嫡男の足利義秀を将軍にと朝廷に掛け合うけどスルーされる。そりゃスルーされるでしょ。すると1565年5月19日、三好長慶の養子で家督を継いだ三好義継や三好三人衆松永久通たち、清水寺三景を名目に約1万の軍勢を結集して御所に押し寄せ永禄の変が起きる。うわぁ、実力行使に出た。義輝は三好軍が二条御所に侵入すると劣勢であることを悟った。近親らに酒を与えて最後の酒宴を行い皆で別れの酒を酌み交わしたそう。なんだかかっこいいけど悲しい。その後、義輝と近親は三好軍に立ち向かって突撃して切り込んだ。義輝は近江口北谷で過ごしていた頃、当時県政と呼ばれていた塚原牧伝に剣技を習っていたという話があって、徳川幕府の兵法指南役の柳生宗則は屈指の剣豪として義輝の名を挙げてる。剣の達人だったんだね。じゃあもしかして、さらに逸話では畳に無数の刀を突き刺して、刃こぼれするとまた次の刀を畳から抜いて戦ったっていう話があるよ。何それめっちゃかっこいい。フロイスの歴史書日本史によると、
義輝は自ら薙刀を振るって戦い、人々はその見事さにとても驚いた。その後はより敵に接近するために薙刀を投げ捨て、刀を抜いて戦った。その奮戦ぶりはさながら勝利を目前にしている者にも劣らなかった。と記されてるそう。ということは、さすがに多勢に無勢。最後は三好勢が畳や障子を使って数人がかりで義輝を押さえつけ、その上から刺して、という結末を迎える。なんだか本当にかわいそうになってくる。義輝が残した自生の句は、さみだれは、梅雨か涙かほととげす、我が名をあげよ、雲の上まで。去年30歳だったよ。なんだかすごい悲しくなってきた。三好勢嫌いになりそう。当然この事件で三好氏は世間を敵に回した。義輝と親しくしていた大名は憤慨。さらには朝廷まで義輝に11位佐大臣を追贈し、扇町天皇も政務を3日間停止して弔意を示した。天皇がそこまでするなんて。そして出家していた義輝の弟、郭慶、松永久秀らによって降伏時に幽閉監視された。だけど1565年7月に朝倉義景や細川藤孝たちの手助けで、なんとか幽閉先から脱出することに成功。だけど三好氏が兵を送ったりしてきたから、各地を転々とすることになる。なんか足利家の人って転々とすることになるね。そして各国の守護大名たちに援軍を求めたんだ。でもこの郭慶って人聞いたことないんだけど、誰なの？この郭慶があの義明なんだ。誰？後の足利義明だよ。それは聞いたことある。最初ら辺の下りに出てきた人だ。そこ？ってことは最後の将軍になる人だ。そういうことになるな。そして足利義明は各地の大名にお手紙作戦を決行する。武田信玄、上杉謙信、織田信長、毛利元成などいろいろ送ってるよ。おお、戦国時代の有名どころ。ただ、各地の大名も戦をしてたりで軍を率いてこれる状況でもなかった。そりゃ戦国乱世だもん。1566年には織田信長が上洛の兵を挙げたけど撤退に終わってる。ということで義明は各地の戦いの和睦交渉を行って争いを収めれば、援軍として自分の元に来れるようになるんじゃないかと考えた。それは明暗だ。これがまた思うようにはいかなかったんだ。私も明暗だと思ったんだけどな。でもここで状況が一気に変わっていく。織田信長が美濃を平定するんだ。おお、ついに織田信長。そして一方、1568年2月にようやく14代将軍になった足利義秀。三好三人衆に擁立されてた人だ。お、よく覚えてたな。でも将軍とはいえ機内の実権を握った三好三人衆の傀儡状態だった。もともとそうしたくて擁立してるんだもんね。この頃義明、越前の国の朝倉義景のもとに身を寄せていたんだ。肩身が狭い。1568年4月に朝倉氏の館で元服式を行って義明に改名したよ。そして織田信長はついに義明の上洛要請を果たすために動き出す。きたきた織田信長。この頃は明智光秀が、織田信長と足利義明の間に入って仲介を行ってる。明智光秀まで出てきた。7月に義明は信長のいる美濃へ向かい、8月には信長軍が京への進軍を開始、9月には三好三人衆を京から追放した。おーおお、さらっとすぎる。そしてこの頃14代将軍の足利義秀は病床にあった。三好長春らと淡いと退いたけどなんと31歳という若さで亡くなる。なんかもう少し穏やかな最後の人いないのかな。亡くなった月日は諸説あるし、没した場所も阿波の宮、摂津富田の不問寺、淡路など諸説あるんだ。もう将軍になったらいいことないんじゃないのこれ。なんだか私もそう思う。そして1568年10月18日織田信長が朝廷と調整の上、ついに足利義明は足利15代将軍になった。最後の足利将軍、義明は信長を最大の功労者として、足利家の家紋である切り紋と二つ引き用の使用を許可。また、信長に室町殿御父の称号を与えて報いた。実質の感情で御父織田壇上の中殿と当てなするくらい。もうめちゃくちゃ感謝してるじゃん。さらに信長に対して褒章として高い栄典を授けようとした。でも信長はそのほとんどを謝絶。結局、信長は壇上の中への正式な叙任、切り紋と二つ引き用の使用許可のみを受け取り、堺草津大津を自身の直轄地とすることを求めた。なんかいらないものはいらないし実利を欲しがるところが信長って感じ。そして信長はすでに義明とは違う方向を向いていたんだと思う。当初は本当にいい感じで共闘してたりしてたんだけど、当然二人の意見は合わなくなっていく。どうして仲が悪くなったの？一般的に言われてるのは、義明からしたら信長を家臣として幕府の権威回復に努めたかった。信長からしたら義明は勢力を拡大するために利用する存在だった。そういう二人の考えの違いが徐々に出てきたんだと思う。1569年には、
信長は義明の将軍権力を制限するために殿中恩掟休暇状という掟を承認させたけど、義明は守らなかったと言われてるし、朝廷は信長を副将軍に任じようとしたけど信長は返答しなかった。なんだか地味な牽制が、かと思えば同じ年に義明は帰国する信長を涙を流しながら見送ったらしい。なんだこの二人。ただこの年の8月信長は北畑氏を攻めたんだけど、なかなか落城させきれない中で足利義明が和睦の仲介役になって、信長に有利な条件で開城させることに成功したんだ。その後信長が凱旋のために上洛したけど、朝廷にも義明にも報告せずにすぐに信長は帰国。おそらくこの時何かがあった。1570年1月には殿中恩掟に5か条を追加して義明はこれを承認したけど、完全に義明に対する締め付け。こんな感じで徐々に仲が悪くなっていくんだけど、少なくとも第一次信長包囲網の時は足利義明も和睦調停してるし、表面上は対立してなかった。ただ1572年になると信長が前年に行った比叡山焼き討ちに関して、幕臣は信長派と反信長で分かれたりしてた。そして1572年9月、ついに織田信長が足利義明27か条の意見書というものを提出、義明の政治についてなんかを批判する内容で、さらには義輝や義教といった殺害された将軍の名前を挙げて脅しを加えてる。さらにこの意見書は将軍の義明と信長が戦った場合、正義が信長にあることを宣伝するためにいろんなところに配られたみたい。これは義明怒ったでしょ。当然義明は怒ったと思う。さらにそんな1572年10月、武田信玄が信長と同盟していた徳川家康を攻めた。さらに信玄は朝倉氏や浅石本願寺などの反信長勢力と手を組んだ。そして12月に信玄が三方ヶ原の戦いで徳川家康を破った。信長ピンチ。すると幕府の内部では多くの人が信玄支持に回った。さらにピンチ。今こそチャンスここで信長を叩くんだってことで、1573年2月、ついに義明は朝倉義景や浅井長政、武田信玄に御内証を下し、ついに反信長の兵を挙げた。これはいいことにならなさそう。当初は挙兵に驚いた信長は息子を人質にすることで講和を申し入れたけど、3月に義明はこれは勝てるんじゃねと判断、人質を拒否して信長と断交。その後も信長は講和を求めたけど義明は応じなかった。でも、信長を舐めてはいけなかった。神陵の二条から北部を焼き払ったり徐々に追い詰めていく。結局、信長が朝廷に働きかけて、敗色濃厚だった義明は勅命によって4月には講和した。でもどうせ義明は諦めてないんでしょ。ただ、義明には大きな誤算があったんだ。義明が頼りにしていた武田信玄。病で、4月12日に亡くなった。信長の脅威は消えたんだ。ただこの挙兵で二人の間の亀裂は修復不可能になっていった。講和後の信長は義明に謁見することなく岐阜に帰ってる。もう二度とすんなよって思いながら帰っただろうね。でも義明は諦めなかった。1573年5月にはまたしてもお手紙作戦発動。朝倉義景、本願寺賢女たちに味方になるように御内証を送ってる。毛利輝元にも領領領を要求したけど信長との関係もあって支援は無理だった。でも、7月には信長との講和を破棄してまた挙兵。いや、もうちょっと準備しようよ。ただこの時の挙兵ではもうあんまり仲間になる人もいなかったし、何より信長の勢いには勝てなかった。信長からしてもまたかよ状態だし今回は前回より容赦はなかった。結果7月18日には義明は信長に講和を申し入れて、条件として息子を人質に出して降伏。そして通説では義明が京都を追放されたことによって室町幕府は滅亡した。なんともあっけないというか、義明が挙兵しなかったら幕府は存続してたかもしれないよね。おそらく幕府の延命にはなっただろうね。さて、その後の義明。どうなったの？諦めなかった。その気持ちはわかるけど、毛利輝元などに援助を求めて再起を図った。でも信長の勢いは凄まじく。8月には信長は朝倉氏を滅ぼし9月には浅井氏も滅亡して信長包囲網が瓦解。毛利輝元は援助を求められてたけど信長と同盟状態にあったし、義明のために上洛するよりも信長の勢いを利用して領国を守る方を選んだ。そりゃそうなるわ。さらに1575年織田徳川連合軍が長篠の戦いで武田勝頼の軍勢を破った。信長の勢いは止められないものになっていく。この勢いはもう逆らえないよ。そして義明は流れ流れて毛利輝元を頼って備後国の共に。だけど信長と同盟関係の毛利輝元からするとまずい状態だった。そんな中ついに信長は西に進出毛利氏との関係も悪化していったことで、ついに毛利輝元は反信長として立ち上がった。ちなみにこの頃の室町幕府は友幕府とも呼ばれるよ。一応は幕府なんだね。
義政は照本を副将軍に任じてこの地から京都への帰還や信長追討を目指した。だけどこの頃の信長は天下統一に向けてまっしぐら。信長に中国攻めを命じられた秀吉と戦いを繰り広げてた1582年6月21日、ついにあの本能寺の変が起きて信長が撃たれてしまう。すごい勢いだったのに。そして秀吉、信長が亡くなったことを隠したまま、毛利氏と講和を行った。信長の死を知った義明はチャンスだと思って。いやもう無理でしょ、諦めなよ。帰京するために備前播磨に出兵するように命じたけど、照本は講和を遵守して動かないというよりも進行する余裕もなかった。そりゃさっきまで信長の軍と戦ってたし、さらに秀吉と柴田勝家が争った時には義明はまたも出兵を命じた。いやもうなんかしつこいって、毛利氏は傍観することに、秀吉が勝つと毛利家は傍観したのに義明が柴田勝家に味方したから、秀吉を敵に回してしまう結果になってしまった。なかなか厄介だわ。そしてその後は秀吉の時代になっていく。1585年に毛利家は秀吉と講和、そして秀吉は関白に就任。でも将軍は義明だった。秀吉が天下統一したのに将軍は義明なんだね。この頃になると義明はもう時代の流れには逆らえなかった。もうさすがに無理だよ。そして1587年、義明と秀吉は対面。かつて京都にいた時は秀吉は織田家の家臣に過ぎなかったけど、もはや11位関白太政大臣。十三位権大納言の義明よりも数段上の存在に、1587年10月にはついに京都への帰還を15年ぶりに果たしてる。そして1588年、義明は将軍職を朝廷に返上。こうして室町幕府は名実ともに滅亡。さすがに時代の流れには逆らえないよね。そして義明は出家して昇山道宮と合した。もうさすがに諦めた。でも晩年の義明は秀吉から厚遇されたぜ。前将軍だったし徳川家康や毛利輝元などの大大名より上位の席次を与えられて、秀吉のおとぎ衆に加えられて秀吉のいい話し相手になったそう。さらに毛利輝元などに長年にわたる忠節に対してお礼を言ったりもしたそう。ちょっといい話じゃない。そんな義明は1597年に大阪で亡くなった。享年61だったよ。こうして本当に室町幕府は終わったんだね。ということで今回は戦国時代の室町幕府と将軍について解説したよ。これからも歴史の動画を頑張って作っていくので、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくだぜ。よろしくお願いします。それではまた次回の動画で。またねー。